はい、カズプロです。どうも、ヨーゴです。ヨーゴです。フーカリさんです。さん付け、さん付け。まあ、ハーフだけなんで、はい、ハーフ、そのフーカリとヨーゴ、できる限り俺がマネジメントしてあげて、ありがとうございます。ゴルフってこういうやり方をすればいいショットを打たなくてもスコアその最小限で済むよっていう質問いこうかなと思います。はい、カリンさんナイスです。よかったです。パーパーバーディー、パーパーバーディー、高しかしたかし、失礼します。そんなに頑張る必要もないんで、絶対生きるとこまで距離でします。スプーンで。うん、機械かよ。新しいツッコミ。ちょっとこの上げなんで池届かないと思うんで、池方向に行きます。はい、マネジメントいいね。そうなんですよ。左すぎる。まあ大丈夫。セーフはセーフ。結構打ち下ろしじゃないですか。うん。まあ、体突っ込みやすいから、はい、なんか目線をあんまり下に持たない方に。まっすぐこう。そう。ナイス。待って、いいショットすぎない。ナイス。あ、やばい、大丈夫。大丈夫。うまい。ありがとうございます。これ練習してんすよ。アンカー方向に行きたい。はい。うまくいく自信はありません。ありません。大丈夫、絶対大丈夫だよ。コツすぎる。ダフタで。いけ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 。ナイスアンカー。めっちゃ転がってった。何あれ。グリーン右の方に。はい。ちょっと右向きすぎじゃないか、それは。オッケー。向いた方向だ。おお。左、ナイスオン。これはよし。おお、ナイス。おナイス。安全な方にね。ありがとうございます。オーケー。乗れ。乗れ。今ちょっとショップだから押しちゃった。うん、ちょいショップ。打ったなー。打ったねー。打ったよ。優しい。優しい。これはね。ナイスパー。うまい。いや、大丈夫。オッケー。しょうがない。このショートバット の、まあ、テイクバックの大きさが俺いつも揃わなくて、はあはあ、うん、練習不足じゃないじゃなくて、はい、まず、はい、基本的にやらなきゃいけないことって、はい、パッドで、はい、一番動かせる最小限でまず動かす、上げる幅最小限、自分の中でそうでどんぐらい転がるかをまず理解する。あで、はい、それができて、それでもブレてるんだったら、あとはリズム。で、どうしても慎重になるから、みんなこれをゆっくり動かそうとする。これまっすぐになるように。はいはいはい、でも、ゆっくり動かそう、動かしてまっすぐってすごい大変なの。はいはいはい、ただ、意外とリズムが大事で、1、2、3とか、こう自分の中でこうリズムをしっかりと作ること、はいはいはい、そう。最小限のストローク。意外と小さく早く動かす練習をしたら、ショートパット楽になる。
もうちょっと緩んだね。でも今ストロークのブレっていうのはなかったと思う。そうそう。今ラインのあれだけど。はい。それでちょっとやってもらえると皆さんもね。なるほど。参考になりやすい。はい。早く動かさなきゃダメなんですね。ちっちゃい。まあ早すぎてもあれなんだけど、はい、その自分の中で、ね、のリズムを作ってほしい。崩さずに出そうです。このボールね、ちょっと難しいで、右を嫌がって左のワンペナに入れてしまう人が多いんで、右が OB で左ワンペナとバンカーですね。これどうするか知ってる？一体どうするんですか？無理だよ。なんかね、中途半端なスイングしたの、こういう時嫌だから、しっかりとアドレスで狙いを定めたら、しっかり満振りというか振り切る、フィニッシュまで中途半端なスイングしない、大きくゆったり振る。うわぁ、かっけぇ、かっけぇ、すごー、かっけぇ今の。構えたらもう練習場だと思って振り切る。中段からスイングしない。左バンカーでもいいぐらいで打った方がいいよ、今回。うん。黒バンカーはくっついたんだから。オッケー。ど真ん中。いや。だあれ真ん中見てたら右折っちゃってるからね。結果オーライよ。オーライ、オーライ。撮影で。ずっと自分で発言してそれ通りに打つってめっちゃむずくないですか？むずいよ。視聴者さんにはね、ぜひこの撮影のプレッシャーを感じてほしい。そうだね。いや、その中でのあれはマジゆったり大きく振るっていう基本を言ってそれをやりのける主。今日のその主呼び何なの？ぶつけてけ、上からドンって、そう、ナイス。いや、残んない。あ、いい、右横、いいとこ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 、ナイスナイス。ハートで跳ねて出ちゃいましたね。残念。なんて不運なんでしょうか。右打ったら終わりでしょ。どうでしょう、どうでしょう、ナイス、伸びました、ナイス、ありがとうございます。ティーショット良かったんで、はい、ティーショットみたいにちょっと等速、等速で、うん、はあ、いやー、うめえ、ああやって打てないんだよ。高速ってすごいポイントで、全クラブ上げる速度と下ろす速度を同じにして練習してるのが多い。ああ、やっぱ絶対下ろす方が速くなっちゃいますもんね。そうそうそう、だからそれを速くならないように練習すると、はい、ショットは結構安定しやすくなる。なるほどね。アプローチ打てる気しないんで。お、いや、そう、今日ゲチョゲチョのペタペタだからね。ね、持ってかれたね。まあ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 。なんだ、マジで。これがノンストレスゴルフ。おお、来たぞ。ありがとうございます。これがマジストレスゴルフ。ここにパーパットか。ちょっと弱い。さあ、ショートパット、さっき教えた通りね、2人とも。よっしゃ。あ、しっかりはできます。お、いいね。強気。教え通りだね。
ナイス。ナイス。じゃあ狙ったところにも出しやすいしね。今めっちゃまっすぐ出ました。いい転がりでした。ドンマイ。ナイス。ナイス。勝負のロングホールですよ、ここ。ここは勝負の分かれ目と言ってもいいかもしれない。市原、市原の東コースは。右追い上がって左に打ってもセカンド難しいんで、あんまり左に向きすぎないことなんで。おお、左目だけど大丈夫。あ、ちょっと傾斜ですね。まあまあセーフはセーフ。それからここは飛ばしていきたいね。左。カート食ったね。おお。俺分かってんすよ。欲張っちゃダメだと。何度もミスしてる。120ぐらい残れば最高。はい。おお、ナイス。ちょっとダフったか。ちょっとダフりました。まあ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 。オーケー。ナイス。上手。244です。スプーンで行くんですけど、右手は今日バンカー越え右なんで、ちょっと距離残したい。3打目、グリーン周りを200ぐらい飛ばせばいいかな。3番やん。ちょっとしっかりスピンかけられる距離で3打目狙うと。分かんないけど、とりあえず前に。おお、ドロー。ナイス。いいよ。バンカー方向狙わず。はい。左のセンター狙いで。はい。おお、狙い通りじゃん。手前か。ちょっと神気味か。そうなんですよ。左側に寄せたい。バンカー入ったらしょうがない。バンカー方向行く。はい。オッケー。これはバンカーだ。だな。ここは左狙いでしょう。分かんないじゃん、やってみなきゃ。確かに。あのね、一発って成功率が何パーかっていうことを考えるわけよ。はいはいはい。90% 以下のものは選択したらね。確かに、うん、今の成功率何パーだった？1枚。いや、そんなの考えない。確かに。考えましょう。はぁ、糸ついてるやん。もうセカンド打った段階でこのサードの距離が分かってました。そういうゴルフがね、まあちょっと上級になっちゃうけど、はい、自分が一番楽にできる距離を選択できるゴルフをしてほしいなと。はい、番手まで考えてるみたいな。そう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 。もうティーグラウンドから使う番手は全部考えられるぐらいのゴルフをしていくと上達していく。かなり難しいですけどね。うまい。うまく打ったね。これがゲチャゲチャ打てたらいいですよ。うまっ。いや、ナイスオンとでしょ。ナイスオン。うまっ。来たぞ。惜しい。強いのよ。強いね。
まあ、okay. 次取りなんで、はい、8 取り多いっすね今日多いっすね久しぶりなんで次ナイスパーティーノンストレスナイスノンストレス一個も計算狂いはなかったこれがコースマネジメントってことか、はい、得意なものを作るための練習をしてほしい時間がない人こそねやっていけばスコアは良くなりますそうなんだよなです俺がカズプロ110の王俺がカズプロ110の王チャンネル登録よろしく